だ、どうしましょう。真っ暗、電気つけてないこの勉強机の電気しかついてない、間に合わねえ。こんにちは、久しぶり。みんな行っちゃった。何がどっか行ったの？どっか行っちゃった。これは困ったぞ。困り、大学ちょっと忙しいかも。カラコン探してる。今日はカラコンつけたいと思ってたんだけど、カラコン一個しかない、片目分しかなくなっちゃった。なんかこういう時に限ってさ、なくすよね、物って。わかんの。そう、お出かけなんだけど、まあ別に急がなくてもいいか。急がなくていいっけ。待って、開かないんだけど。ちょっと待って、開かないよ、諦めた。なんかすごい、すごいうまくいかないんだが。何事？本当にもうダメだ、ない。本当にない。ガチナなの？本当に？昨日落ちてない。開始。メイクをちゃんと、そのなんかお出かけ向けにするのが久しぶり。最近メイクしてなかったから。でしかも最近本当に家に帰ってくるのが本当になんか遅くて、あれなんですよね、遅くて、もうそのまま寝落ちみたいなことが多くて、で朝お風呂入るみたいな、そういう生活だったの。昨日も夜帰ってきて、ママと喋りながらこたつ入ってて、そしたら寝てて、起きたら朝の7時だったから、で、あ、やばいなって思って、思いながらもう一回寝て、
さっきお風呂入った。そうで、一回めっちゃ体調悪くなっちゃっててさ、土日のどっちか、土曜日曜月曜ぐらいめっちゃ喉痛くてやばかった本当に。けどまあもう大丈夫なんですけど、あ、しまった、あれ忘れた、もういいか、もういいや。だから今肌がめっちゃ汚いんですよね、隠さないと。そう、でもこの1週間は頑張りました。また来週から頑張る期間入るんですけど、頑張ってくるから、今日は一旦お休み期間ね、1週間頑張ったからお休み期間で、来週からまた多分その同じような生活が続くから、もしかしたらあんまりそれこそメールとかも全然送れないかもしれない。今日は遊んできます。本当にこの1週間頑張りましたよ私。頑張ったからみんな、来週も頑張るぞ。やっぱ目標に向けてね、知らなきゃいけないわけで。どう頑張っても肌が汚い。ああ本当に本当に不細工なんですけど、ちょっと本当にやばい。なんかかわいい、ギフト今の風船かわいい。公園、イエーイ、ウェピヨン、ごめんなさい、こんな初見の状態こんなんで、もっと普段かわいいんですけどすいません。くしゃみでそう出なかった。あれどっか行っちゃったな、一瞬で私もうなくしすぎじゃない。熊祭りかわいい、開かない。開かないんだけど本当に。開かない。開かないんですけど。え？ティッシュ。開いたー、あ、でも後で、皆さんお楽しみに、いろいろと。眉毛描くやつがもうないの、こんだけで終わり、やばい、眉毛なくなる。
眉毛がない人間になっちゃうよ。しかもコンシーラーブラシどっか行ったし。なんで？これでいっか。小豆色、あ、これかわいいでしょ。かわいいの。そうだ、12月1日だっけ。完売ありがとうございます。3部これ新しい服です。ありがとうございます。本当にそう、到着目昨日の夜さ、家帰ってから配信しようと思ってたの。だけどそもそもその駅に着くのが12時過ぎだった、から計算合わないってなって、私の予想では11時台後半とかに着くかなって思ってたら無理でした、ごめんなさい。そう、車配信しようか悩んでたんだよ。そう、最近はその終電とかで帰ることが多かったんで、わあ、飛行機だ。おお、ありがとう。そういうことか、昨日金曜日だったからってことね。さつきちゃん思い出した、低空飛行なのかな、飛行機。なるほどね。おいで、久しぶりだよね。わかる？全然やってない。あ、私のプライベートジェット？ありえる。こんにちは。初見。七五三だったの昨日。そうなの。思い出は。
でも写真は撮るよね。なんか弟が2個下だから、ちょうど私が7歳の時に5歳じゃないかな。だからそのなんか写真を撮ってました。そのなんか写真館みたいな、写真館っていうかさ、スタジオアリスみたいな、そういう系行って。あーでも違うわ、マレーシア行ったから撮れなくて、撮れなかったから、なんか七五三の代わりとして私12歳の時に撮ったんだよね。そう、卒業祝いみたいなのと、妹の3歳の七五三の時かなに撮ったんだ。そう、妹が3歳だったから一緒についでに撮ったのよ。七五三撮ってないから多分。眉毛ある？57年いらないよそんなに。こんにちは、来なさい、みんな会いに来て。静かに、これありがとうございます。千歳はめ全然味覚えてないです、わからない。クシケンポチッとありがとうございます。そう、七五三はね撮ってないかも。3歳の時は撮ったかもな多分。なんか映像に残ってるんですよね。なんだっけ、映像に残ってるんですよ。ここになんか赤い点々打ってあってみたいな、なんか着てるやつが映像残ってる。この間弟のバレーボールの試合を見に行ってきたんですよね。楽しかった。応援がめっちゃガチなんです。インドじゃない、もうなんかああいうガチ大会の応援は私2度目、ガチ大会っていうかガチ試合の応援は2度目だったから、1年ぶりぐらいに弟のバレーボールの応援に行ったんですね。そしたら本当にみんなに痩せたねって言われた。痩せましたよ、そりゃそりゃ痩せました、そりゃ痩せましたよね。最初誰か気づかれなかったんです。そのぐらい試合の結果はちょっとなんか言っていいか分からない。いやすごかった本当に。吹奏楽部とかダンス部みたいな子とかもう応援来てて、で野球部の子とかもすごいいっぱい応援に来てて、そうだよ全員に見られるよ、全員が知ってるから、私がそういうことしてるっていうのを弟が全員に言ってるから、全員が知ってるから、全員ありがとうね。そうすごかった。そうなんかね、応援の仕方みたいなのがあって、なんかメガホンみたいなのとシャカシャカみたいな持って応援するんだけど、で絶対に応援するときはその高校の T シャツっていうのを着なきゃいけないみたいな、だからそれ着て頑張って応援してました。でも何言ってるか分かんないから、私詳しく知らないから、そのなんか何言って応援してるのか分かんないからああみたいな感じでずっといた。
腕の振りだけ真似して。そのなんかそのもしかしたらそこで負けたら部活終わっちゃうかもみたいな、そういう感じの試合だったから見に行った。本当はもう一個見に行きたいんだけど、そうね、でも劇場公演そう、私もともと声低いんだよね。知らなかったでしょ。知らなかったっていうか、そう、なんかね、劇場公演とかだと声がね高くなるんですけど、高くはないんですけど、劇場公演の時も、まあ普通の時はこんなもんですね。劇場来てほしいね。でも県外だから難しいんですよね。ちょっとコメント中ありがとうございます。あ、本当？そう、大富豪のボイスは緊張しすぎてめっちゃ高い。なんかだって自分で真似できるもん。なんだっけ、出せるカードがないねーみたいなそういう感じじゃない、パースっていう、そういう感じ。違うよ、岐阜県、私は岐阜県だけど弟は県外、 もっと違う県でバレーボールやってるんで、そう、そう、パース。この人の声になってみたい。難しい。スポーツ推薦です。そうそうそう、やっぱカラコン前ってなんか問題ないな。まあでも劇場公演なしで出てるけど、うん、何すればいいんだ私これ。過去行方不明、そう、行方不明なの。一つしか見つからないの。あ、明日もまた会えるっていうか、まあ、ラガンでもいいんですけどね。なんかカラコンあると確実に漏れるんですね。そのなんかでもカラコンって言っても私本当にナチュラルなのしかしないから、確実に漏れるんですけど、
カラコンがいいと漏れる時と漏れない時がありますね。なんかめっちゃゴリゴリしてますみたいなのはつけないですけど、学校行くときにつけるぐらい。視力はまあ良くはない、抜群に良くはないです。でも劇場公演の内容ぐらいは見えますよ。けど結構もう最近結構真剣にコンタクトを考えてる、その視力的な問題でね、見えないことがちょっと増えてきて、普段の生活で。あ、そう、立ち見がちょっと怪しいんですよね。でもあのうちわは見えるかな。あと私のペンライト振ってくれてれば見えます。手振ってもらって、あ、ありがとうございます。それにクリアのコンタクトを入れるか悩んでる。目が見えない。メガネもどう変えなきゃもう無理になってきちゃって、授業中はメガネかけてたんですけど、そう、ミオさんのやつと似てるよね、私色。じゃあなんか普通に黄色と黄緑なんですけど、私がなんか緑と黄緑似てるじゃん。でもみおさんもうなんか自分が見分けつかないから、みおさんのいる制服の目公演の時はミオさんのファンの方にもの方も見てる。いいか、一生私あの DMM のカメラへのカメラ目線ができなくて困ってるんですよね。目力アップ。ね。
みません黙っちゃったちょっと。メイクはいつ頃から？え中学生じゃない？長い？そうか。DMM カメラ目線ね難しいし、あと多分私そもそも自分のポジションがそんなにね、その一人で歌うとことかあんまないから、あんまりしないですね。そもそもメイクし始めるとしたきっかけはギャルになりたくて、なんかやっぱりさ、わかんない、みんなあったかわかんないけど、なんか一時期やっぱギャルになりたくなる時期が来るんですよ。そのギャルが可愛いみたいな時期がやっぱあって、だけど、まあ、性に合わなくてやめたっていうだけです。そう、女の子を一回は通りたいと思う。そう、なんかちょっとやんちゃめな女の子に憧れる時期あります。誰でも今全然だけど、今はそういうの見て若いねって言ってる女の人に憧れる時期そういう子を見て、あまだ若いねっていうのを言いたい時期になってる今は。バブじゃないですよ。九州からすごい待ってます。そう、大人になりたい時期なんですね今は。そういう時期もあります。すぎるかな、サーモンピンクすぎるんだよな。ちょっとなんかこの濃い色の方がいいって。そう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 、お姉さんになりたい時期今はそういう時期です。ゆあにゃん、ゆあにゃんね、別になんか性格は、いや、なんだろう、わかんない、喋り方わかんない、今時の高校生って感じするかも。そのわかんない、今時の高校生がギャルなのかもしんないけど、今時の高校生の感じする。まあもう高校生じゃないんだけどね、あの子もう19歳だから、嘘、18歳、19の年だから、もうあの子は。なんかその今18歳って言ってるじゃん、それを19になったらなんて言うんだろうっていうのをすごい気になってる。19になったら19歳、19っていうのかな、いらないか、まあまあまあ、なるほどね、永遠の18歳っていう可能性もあるってことね。確かにあり得る。
すごい、ありがとうございます。そんな褒め言葉。ナインティーンあり、ありって勝手に決めてるけど、ありだねそれ。髪の毛やってからまつげやろっかな。え、今日って湿気やばいですか？え、20って言おうかな。大学2年生20の何なら下ろしたっていい。もし湿気がやばいのであれば結んでもいい。夜雨？死んだ、それは。夜雨なの？無理。無理かも、それはちょっと NG。NG です。雨。鼻が光った。え、雨嫌なんだけど、本当に結構ガチで嫌かも。結構雨嫌。光った。いや、お出かけはしますよ、さすがに。大人っぽいですか？長靴は履かないかも。どうしよう、どうしようなー。折りたたみ持ちたくない派。え、マジ悩むんだわ。触覚がどんどん少なくなってくるんだね。いや、お出かけはしますよ、さすがに。あの、これ1ヶ月前から決めましたから、本当に。大学のこと言ってくる。なんか私がちょっと本当にこの1週間は忙しいから、この1週間終わったら OK だよって言って、じゃあっていう風で決まった日なので、すぐに行くんですけど、まあポニーでもありかな。折りたたみって保身なの？え、ポニーテールだって短すぎるんだよな、ちょっと。そんなこともないかな。
にしよっかな。今日はオフショルなんでね、存分に首を見せていこうと思います。でも髪の毛落ちてくるかな。もういっか、止めればいいか。これをこういう感じ。何のかこれ。何のか。何のかじゃない気がしちゃう。どう？これでちょっとなんかあれですね。にしてみようかな。ここにシェーディングを入れたら。なんか本物よりも綺麗になるはずで、ここにコンシーラーを、ほらほらね、出したいところに白いやつを塗って、へこませたいところに影を入れたらちょっと目立って見えるんですよ。っていう技で、このこれ見えないですね、これハイライトキラキラするやつもこことかに塗ったら光によってキラキラするからすごいいい。っていうことです。ちょっとこれで髪の毛を一旦まっすぐにしたい。まっすぐにしてから結べばよかったですね。これまっすぐ？真ん中にない気がする。寄ってるよ、ちょっと。ちょっと待ってください。よいしょ。これで真ん中
かな。これで。なんかまっすぐにするかちょっとくるくるするか悩んでるんですけれども、ちょっとくるくるしてみようかな。くるくるというかウェーブ、私これ下手なんですよね本当に、こういうの。マジで下手くそ、できない。ここら辺までやりますね。どこがやってないのか分かんない。まあ、なんかちょっとボリューム出たかなぐらい。まあいいんじゃないでしょうか。流れてきた？こんにちは。
誰の配信から来た？横にしよう。誰の配信から来たんだろう。夢のやつにしてもらえばちょっと先だったらなんとかなるだろう。もらった。はい、完成。ちょっと髪の毛光りすぎてちょっとキモいから。今日はまつげだが。まあめんどくさい。もうちょっと後でやろうかな。カーテン開けたらなんか日差しでメイク変に見えるかなって思って、メイクするときはいつもカーテンは開けないんです。開けてもいいけど。ちょっとさ、スプレーしてきてもいい？倉本花です。ちょっと待ってて。
ただいま戻りました。なんかあれです、ちょっとおばあちゃんと話してた。おばあちゃんが今いるんですけど、来てくれてるんですけど、おばあちゃんとお話ししてました。これをつけて、髪の毛はこれをつけて完成。そしてカバンはどうしような。カバンはこれにしよっかな。白、グランマいるよ。さすがにいます。めっちゃ勢いよく人形投げちゃった。ソーリー、まあ今日はそんなになんかあれなんですけど、まあこんな感じで、まあまつげは後で、まだ時間があるのでやりたいと思います。とりあえず家を出なきゃいけないということなので、うん、かわいい。このポケット飾れるのかな、わかんない。あ、でも開きますね、多分。開いてる。え、目の下にキラキラ入れるべき、あ、後で入れるべきか。で、まあそんなこんなで終了。ポーチに入れた方がいいですかね。これかな。友達がくれたやつ、ファンタジースプリングス。それでは見に来てくれてありがとうございました。皆さん、壇上を読んで終わりたいと思います。ティッシュをこっちか。充電は 72%。 OK。そしてはライブランキング、よし。13位はゆっちっち、ありがとう。12位かいしん、ありがとう。11位うえみん、ありがとう。10位花とまこ花組、ありがとう。9位ロッドシフトとまこ花組、ありがとう。8位のぶりん、ありがとう。7位4位ルー、ありがとう。6位オレンジルート、ありがとう。なんか喉やばいね。5位まさたろう、ありがとう。4位タケ、ありがとう。3位アットマークというか、アットマークずっとマーク、ずっとマークって言っちゃった、ずっと愛してる、ありがとう。2位ヨッシー、ありがとう。1位ポンさん、アットマークお花組、銀河で一番花が好き、ありがとう。で87位はドゥルドゥルルルルルン、ヨッチーでした。ヨッチーありがとう。それでは皆さん、また配信できるときにやりたいと思います。じゃあみんなバイバーイ。楽しい休日にしてください。休日の方、そしてお仕事の方はお仕事頑張ってください。ちょっと待って。
私はちょっとお出かけしてきます。じゃあねー、またなー。ハート活動した方がいいですか。バイバーイ。